よしです。どうもこんばんは。こんばんは、はい。2月の3日、木曜日午後10時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。あまりにも本番にふさわしくない内容の話をしてるもんですから、一番今までで一番言っちゃいけない話だけど、血生臭い話をね、まあ、ゼリカネの話をちょっとしとったんですけど、はい、ということでその話が一段落ついたので、うん、オープニングテーマが流れるという、これは事故ではありません、はいはい、あくまで、空気を見ての即応ですから、ね、はい、素晴らしいです井上さん、はい、感謝しております。ザ・キソさんちゅアワーお届けしますのは私キソさんちゅと女優高波遥香です。はい、そして、こんな時間にまだ起きてんだね起きてんだね自己紹介しないですか塩田です。塩田です、はい、どうしたんですか最近、なんか気分がちょっと変わってきましたねあ、そうです、はい、今のいいでしょ。いや、起きてんだね。すごい心躍る感じはいいですね。あ、マジで。もう踊ります、ね、あ、マジで、はい、楽しい。ウキウキしてきます。なんで全然そんなつもりなんでしょう。テンダネス、テンダネスって大体テンダネス、まあ俺なんかしょっちゅう言ってるけど普通言わないでしょ。まあでもほら、スターダストレビューの歌詞とかでよく出てきそうですよ、ね、出てくるです。なんかちょっと昭和の J-POP の歌詞でテンダネス、うん、そう、やっぱ古い高橋真理子とか、うん、あ、出てきそう。あるんですけど、ね、うん、サビのフレーズで持ってこいだね。だから、うん、調べたらあれなんか優しいとかそういう意味なんだ。そうなんだ。だから、うん、こう夜帰ってきて遅くちょっと帰ってきたら、お、なんだまだこんな起きてんだねって言えない時言ったら、ね、優しい、起きててくれてありがとうなんて言えないじゃん。この年になって言えない、ね、ありがとうなんて、うん、そんな言ったらまだ起きてんだねってその時に何言ってんのってなるでしょ。察しろよって。なるほど、その女なら察しろよって照れを感じろよと、男の照れをと分かれよっていうことですよ。まあ、何を言ってるんでしょうかね、お風呂のはい、ということでございまして、うんうん、さあ、はい、今日もですね、こんな3人で、1時間弱でございますけどもね、生放送でお届けしてまいります、はい、で、アドレスの方まで紹介しておきましょう。高波ちゃん、はい、メールアドレスが cws@senjux.com、 cws@senjux.com です、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。さあ、それでは翔太くん、いつものメールテーマの方お願いします。メールテーマ、こんな基礎さんちゅうは嫌だ嫌だね。いや、だいたいそうでしょう。でも、だからもともとそんな別に好かれる要素少ない人間ですから。いや、うん、まあそう。でもやっぱある、うん、だありますよ。でこの何基本的にそのダークな要素強い俺のまだ嫌な部分、これでまだ嫌なとこ乗っけますうん、まあまあそうです。こんな基礎三中嫌だ、例えば何かちょうだいよ。塩田何、まあ、初めはまあ痩せている。あ、分かりやすいとこ来ましたね、うん、あと血液サラサラこれ意外とサラサラなんですよ。そんなわけないよ。本当ですよ。そんなわけないって。朝からブロッコリーだけで2株ぐらい食ってますからねブロッコリーだけで、それ貧乏じゃない。違うわ、貧乏だよ。めちゃめちゃ妻が考えてんだよ、血液は。早く殺しちゃまずいと思ってそんなわけないよ、うん、いや、そこそんなわけないことないだろ。そんなわけなかったらここにいないよね。え、ここどういうことだよそれ。かいつまみすぎてよくわかんないよこれ。あとなんだ、髪がサラサラ、髪サラサラね、ね、ツーブロックをしている。ああ、ツーブロックはでも若干憧れますよ。本当にやれるもんだやりたいなと思って、まあ今もうどうしようもないですけどね、もう本当に。これでいい、これだよ。はい、これで、ね、ツーブロックしてたら嫌でしょ。吉田栄作みたいにさ、嫌だよ。確かに。そんな、こういう感じでね。うんうん、え、高い、お、何まだ、あと六本木にいるとかさ。六本木なんかでも行くでしょ、そんなの。いない、いたら嫌だよ。俺だって見たら、見る人見たら、あれ間違えてあれ綾瀬来ちゃったかなって思うじゃん。あ、六本木にいて、うん、あれここ足立区っつって東京タワー近くないみたいな感じ。そうですか、ね、え、高波ちゃんこんな基礎三中嫌だなんかあります？白塗り。どういうこと？あ、俺が顔がみたいに白塗りだったら嫌だなって。まあまあ確かに嫌だね、ビジュアル系みたいな感じ。何みたいな。え、キス、キスキスね、洋画キスね。キスね。もうキスみたいになんか魚の白身か。ああ、俺はもうなんかセクシャルな方のキスかと思って何を言い出したんだと思って。それで白塗りもよくあるね。うん、まあね。裏カジファッション。
あ、いやでも全然するやろ基本結構おしゃれには非常に目ざとい人ですか私は、うん、言うても全部サカゼンで買ってるだからサイズありきちゃうわほお前、いやまあでも最近ちょっとサカゼン率が上がりつつあるけどねでしょ、うん、また日に日に冬に向けて太ってるから、ね、そうですよ本当にあずるいよ全然寒ないからね本当に、はい、まあまあということでなんか送りやすいかもしれませんよ、うん、意外とこれはね、うん、いいんじゃないもうビジュアルであなんかこうね、うん、ミスマッチなものを入れときゃいいわけですからね、うんはい、ちょっと送ってくださいいいのあったら僕使えますんで、はい、ステージで、はいはいよろしくお願いいたします、うん、さあということで、今週1週間どんな塩梅でしたか、高波ちゃん何かありました、うん今週1週間も、うん、FM の相談戦でおやってますね、はい、まだやってんのまだやってるんです、Twitter、ブログもう飽きるよね飽きないで、飽きないでくださいよまだまだありますよ長すぎるよねそうでもこの後も5日に撮影会があって、うん、で21日にもう一回ネット生放送があって予選が終了なんですけど結構でもあの写真の何つうのあれいいねだっけなんか数って結構いい、ねいい数入ってるよね高野ちゃんね投票いただきますでもまあはい頑張って宣伝して投票いただいて全然の子もいるじゃ ん, 増えてるんいますいます、うん、見ててあもうこの子は鼻からやる気ねえなみたいな子もいるんで、うん、上げてない子もいるんですよそうだよねでもネット生放送ではお客さん来たりとか、うん、撮影会にはお客さん来たりとかもともとだからそういうお客さんを掴む仕事をやってきてた子ってことでしょ子とかもいますまあ歌なのかアイドルなのかわからんけど、はいうん、だ本番で勝てばいいと思ってああそうだね多少足元見てる感もあんのかもしれんな、うん、あとこの番組見ていただいてる方もうん、あの結構投票したよって言ってくださったりして、うんはい、ありがたいことなんですけどありがたいです、ね、実はまた5日からツイッター投票始まるんですよ ってなんないでくださいよこれなんいや本当にねいや本当にごめんなさいごめんなさいおいおいって言いたいんだけど本当はね、うん、全然まだまだいつまでなんかまたいや私知らなかったんですけど、うん、なんかサイトフット見たら、うん、5日から21日までツイッター投票ありますって書いてあって、うん、と思って確認したらあなんかあるみたいだねって社長に言われておっとってなっておまあだからそんな感じで、はい、もう少しずつ上書きされていくんやなされていく感じなんだなと思って、まあ、頑張っていきますのでまた応援よろしくお願いしますまあまあまあねまあそれは銭金かかるもんじゃないのでねあとはもう周りの人の善意だけですからね、はい、そうなんですん、ね、あれは無料なので確かにねでもその部屋のやつは大変だよね、まあ、チケット買って見に行かなくちゃいけないわけですからねそうなんですよねとあとまあ撮影会なんかも、うん、特にやっぱり、ね、興味を持っていただかないと撮っていただけないという環境どうですか、うん、そっちの方が苦戦してんのやっぱ苦戦ですねやっぱり私グラビアとかまあ、やってるわけもなく撮影会などもとっと笑わないでくださいやってるわけでもなく、うんうんでもそれ何そで俺思うねんけど、うん、そのグラビアやってるからプラスってわけでもないように思うねんけど、うんうん、そうグラビアやってる子はほら普段から日常で見れるわけでしょ、はい、でも高波はるかのグラビアなんて次いつやねんっていうそのレア感を打った方がいいと思いますよ、ね、一生であるかないかぐらいなんで水着の域には踏み込んだのもうちょっと今回だけ挑戦しよっかなと思ってスクミズスクール水着みたいなスクール水着はちょっときついかなって思うんですけどいやわからんでもそう、うん、なんか他がやらんことやるしかない家を、うん、そうさっきそれで塩田さんにアドバイスいただいたのがアドバイスしかせんよ、うん、この人自分のことわからんけど人のことめっちゃわかるから、うん、人ってだってそんなもんそんなもんだよみんなそうコスプレで塗り壁やんなさいって塗り壁いや違うだからサンタの格好をするとか、しようかなそしたらありきたりだからトナカイって言うんだよな全然ダメじゃんサンタ、うん、みんなやるよそんなもん、だからヌラリヒョンとかやったらいいんじゃない水木しげるもん、うん、あれだったから旬だと一番ツイートコスプレいやだから俺思うねんけど、はい、その何あの撮影会イコール女の人をアピールするっていうことだけじゃないと思うんだよ、はい、そうそう、うん、だからほら要は俺が意外と塩田の意見同感で、はい、で何こいつみたいな、うん、という服で勝負するのもありじゃないかなと思うけどね、そうだここにマイナンバー書いてるからマイナンバーねそうそうそうでここだなんかこの辺だけ隠しといてあの知りたい人はチケット買ってください
私のマイナンバー売りますみたいな。危ないリトル。そう、指紋二桁目だけちょっと指でこう隠してる。これ相当リスク背負ってやってるよ。だってもうそれを教えることで、もう出生から何か全部割れちゃうわけだからね。危ない。で、私のその影の部分もあなたにだけはさらけ出しますみたいな。いや思わずちょっとチケット一回買ってみようかなみたいな。スリルあるね。と思うけどね。なるほどね。まあでもまた第2ステージか第3ステージか分かりませんけども、また続くっつうことですな。カメラ小僧ね。いや本当ね。カメラ撮ってほしいんだよ。カメラ撮る人呼べばいいんだから。俺電車の格好とかしたら電車。ああ。電車の。モハ156とか書いてあって。電車の電車だよ。撮り鉄が来るような。あれちょうどいいじゃん。その何あのトラブル続出した新型山手線の格好でもしていったらいいじゃん。あ来るわ。さ撮り鉄山ほど来るよ。撮れねえから今。運行停止しちゃったからあれ、あれなくなっちゃった。とりあえずだからあのいわゆるトラブルの原因を究明するってしばらく走らんことになった。あ、そうだったんですよ。あら、電気系統らしいんですけどね、ありがちなね。なんかそこの配線トラブルらしいんですけど、だその格好とかもいいと思う。絶対やらないでしょ。俺めちゃめちゃいいアドバイスしてるから本当に。電車探しに行きます。まあ電車か何でしたっけ、塗り壁探しに行きます。あるかな。作れ自分で、自分で作れ。ダンボールそんなにいっぱいあるんだから。ダンボール。というか住んでる人もいるし。あ、確かに。ほんまやね。ダンボール。ほんまやね。ただでやれねんからさ。頑張ります。本当にね。塩田君どんな感じですか。今週ですか。今週俺あれですよ。多摩川沿い歩きましたね。やべ。本当に。家の近所じゃないし。全然違うとこですよ。いや気づいたら。あの向こう側か遊園って分かるよ、小田急沿線の。いやただ乗り過ごしたんですよ。ああそうなんだ。乗り過ごして、代々木上原に帰ろうと思ったから、はいはいはい、本当乗り過ごして。でもあんたほら新宿で乗ったんでしょ。どうせもうたかだか5分ぐらいで寝過ごしちゃったんだよね。そうなんだ。一駅じゃん。だのいやライブ後で飲みすぎたんですよ。ただ単にほいでそれが相手がね、また変なやつで、あの俺はゴミじゃないっていう芸人がいるんですけど、名前がですか。これ大川の芸人ですよ。総裁がつけた名前ですよ。俺はゴミじゃない。いやもう総裁っぽい。あ、知ってます？うん。でもなんか総裁っぽいですよ。なんかサモ知ってるような感じだけど。そいつが変なやつで、本当そいつの、まあ、久々に飲んだんですよ。そしたら本当あいつの話はおかしくて、なんかこの間好きな女と飲んで飲めて。女と飲んでた。女がゲロ吐いたんですよ。それ手ですくって、でも好きだから飲んだっていう。飲んで飲んだら意外と自分のと味が変わんなかったとか。普通そうだろ。家切りそんな人種の違いとか出ないだろうよ。そんなやつ。へえ。もうずっと飲んでたらこれでまあ乗り過ごして、気づいたらその向こう側か遊園で。まだ良かったやん。こんなもう小田原とか行ったらもう最悪やで。でも帰ろうと思って、でもまだ酔ってるから歩いて帰れると思って歩いたんです。全然無理やけどな。これで上りと、で次の駅がそうなんです。そうだね。わかります。わかる。僕はあのその一個手前の泉玉川って駅で1年ぐらい暮らしてたんで。あ本当ですか。だあの辺は結構詳しいです。あマジですか。じゃあわかりやすい。これあのこれで向こう側の遊園から上りとまでは大した距離じゃないんです。そうだね。もう本当に歩いて5分10分ぐらい。そうで歩いて上りとまで来たんですよ。1時過ぎですよ、夜の。で、あ、もうちょっとこのままのペースで行けるんだと思って、歩いてったら、なんか知んない、多摩川に出たんですよね。まあ渡らなあかんからね。それで方向もよく分かんなくなって、電池も切れたから。酔ってるし。多摩川沿い、すごい太いの分かります？多摩川、俺、夜中ですよ。真っ暗で怖いね。アマゾン川にしか見えなかった。マジで不気味だよ。まあ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 、それ明かりが照ってるわけでもないしな。でもずっと長くあるんですよ。それでもうこれ歩けばいいのかなってずっと歩いてたんですよ。それでバーって歩いてってぐるって行ったらまた上り戸に戻ってきちゃったね。3時間かけて上り戸に戻ってきて朝4時ですよ。何やってたんそれ。分からないですよ。俺が知りたいぐらいよ。なんでだよ。どっかで寝たりとかはしてないんや。してない。ずっと歩いてた。なんやろねそれね。ほんと残念。あれ残念ですよ。でも始発うまいこと乗れてよかったんじゃん。まあ始発に乗れましたけど。下手にタクシー代かけんで済んだやん。いや
あれは残念。いや本当今年一番残念、まあまあ、3時間歩いてまた同じとこに戻ってきた、ほんまやな、何にも意味なかったわけですもんね、うん、そう、靴の裏ちょっと減った減ったぐらいのことですね、もう6万円の靴が減っちゃった、ああの例の、そうそうそうですよ、うん、残念、超残念、何だったんだろう、まあね、そもそもそんな芸人と飲んだことがもう運の月の始まりやったそうなんですよ、そうなんですよ、久々に飲んだよ、そうだよね、あいつの話聞いてたら、まあまあね、あの大川工業の芸人さんってそういう人多いですから、そうです、ね、まあちょっと変わった人がね、そうそう、なるほどね、僕ね、この間ね、ひたちなかいうところ行ってね、仕事で日帰りなんですけど、でまあそこショッピングモールでなんかこう商品を紹介してっていうイベントをやったんです、まあ1日4ステぐらいで、まあそんな別にヘビーな仕事じゃないんですけど、でまあなんか店内放送とかでも結構本日、元ダブルコロンの木曽三中が、イベントやっておりますので、ぜひ、足をお運びくださいみたいな感じで、でまあまあええ感じで終わって、ででもまあ別にほらなんかそんなめっちゃタレント仕事でもないから、ショッピングモールから最寄りの駅までを路線バスで帰るわけですよ、マネージャーがついてきてるわけでもないし、で路線バスに着いたらなんかね、女子高生が2人ぐらいおってキャーって言うんですよ、で なんやろうなって、まだ俺のことじゃないんかなと思って、バス停来たら本物来た、本物来たっつって、本物の木曽山中来た、わーってなってるんですよ、なんでって言って、うわ芸能人が路線バス、芸能人が路線バスってずっと言ってんのいいだろ別にっつって、でなんか一緒にシャメ撮ろ、シャメ撮ろ、ツイッターフォローしてフォローしてみたいな、もうものすごいテンション上がってんの、で路線バスこういうね、また運行状況が良くなくて遅れてきた時10分ぐらいで、遅れてきた後もみんな木曽山中だよっつって電話かけてすごい、したら知ってる、あのダブルコロンのさ、解散したらしい、今聞いたんだけど超びっくりしないみたいな、でもそれ他の乗客普通の大人ですよ、何もみたいな騒がしいなっつって、でその騒ぎの元になってるのが俺なのもなんとなくバレてるんですよ、ほうほうほう、でその俺だって分かって、でもこいつ何みたいな空気も分かるの俺、でまあもういいからここだけバラバラに座ろうっつって、俺前の方に座って、で後ろのそのいわゆる長い椅子みたいなところに女子高生が4人ぐらい座って、はい、で後ろでわさわさ言ってんだよ、三中とか言うのよ、ほんでなんかちょっとだけ俺がクッてやったら、あー半分向いた半分向いたとか言うのうわめんどくさーっつって、後で写真撮ろう後で写真撮ろうみたいな、撮る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 っつって、で勝田駅っていう水戸の次の駅について路線バスを置いて、まあここで巻くのもね、昨今ほらツイッターとかつながるから、まあ、めんどくさいこともあるし、まあまあとりあえず写真だけ撮って、ほんで別れよう俺特急電車やから言うて、で明るいとこで撮ろう言うて言うて、ほんで勝田駅のそのコンコースのとこバーッと上がってきて、後ろから女子高生が追いかけてきて、サンチャーっつって追いかけてきて、パッて明るいとこで俺の顔見た瞬間に普通のおっさんやんって言って写真撮らずそのまま改札入っていったんですよ、ひどない、ひどい、45のおっさんを、そんな15、6の女の子が普通のおっさんや言うて、モテ遊んで帰ったんですよ、悲しい、え、なんだと思ってたんだろう、じゃあ普通のおっさんやろ、いや、どう考えても普通のおっさんだろ、おっさんやで、ほんまに何を期待したんやそんないい頃あった、別にいや、全然ない、そんなかっこいい頃知らないし、全然ないし、なんだと思ったで、バス停でも、え、芸能人あったの、あの三代目ジェイソウルブラザーズ以来なんだけど、三代目ジェイソウルすごい、ちょっと待って、どんな並びやねん、三代目ジェイソウルブラザーズはどこで会うたんやって、いや、ライブ行ってさ、ライブ行ってそれあったとかじゃないから、これ、じゃあ初めてだ、芸能人初めてだ、おうおう、暗闇でずーっと言うて、ね、おうおう、で勝田駅行ったら普通のおっさんじゃんっつって何もう、だからやっぱ芸能人もうちょっとこう光ってると思ったんです、いやまあねなんか失ったんじゃないですでもほら未だに俺ほら鈍く光ってるじゃん未だに、うん、なんか、うん、黒びかり、そう、趣旨は違うけども、まあでもなんか女子高生のなんかこうルール無用の破天荒さは恐ろしいなと思って、だって大人だと路線バスとか乗ったら多少トーンダウンするし、うん、ここは静かにしてなくちゃって思うんですけど、ほぼほぼ同じテンションで乗り続けてるんですよ、すごい、それも20分ぐらいあるんですよ、最寄り駅まで、あ、田舎の子、うん、もう完全にそう、まあまあそうもあるんだろうけど、ただもう本当にね、
ぐったり疲れました、そこで。あ、そうですか。うん、やっぱね。嬉しくないですか、でも。いや、嬉しくない。途中までは。いや、嬉しくない、本当に。普通のおっさん、おっさん言われる前までは。いや、恥ずかしい、ね。まあ、あの、なんか最初のうちは、うん、まあ、多少突っ込んだりもするし、うん、俺も逆に今この年になると、なんとなくこう、そんな感じのノリの女の子も、まあ、うん、あしらうつうとあれだけど、まあまあちょっとこう突っ込んだりとかできるようになったんです、逆に。あ、年が離れすぎてるから、うん、いや何言ってんの、高校生おかしいでしょつって言えるんですけど、ただねやっぱりその内容とかよく吟味して聞いてるとやっぱしんどいですよね、やっぱね。うん、で嬉しくないですよ本当に。あ、そうです、嬉しくないですよ本当。それよりもなんか浅草歩いてておばあちゃんとかに声かけられる方がそういう意味では嬉しいですね。ちゃんと演芸場で見てきてるっていう感じだから、でそれは本当に あんた面白いのよみたいな言ってくれるから、うんうん、でもこの間ね、そのまあついでで言うけど、うん、浅草歩いてたらおじちゃんがバーって来て、うん、おいお前前の相方この間見たぞ面白かったって言われて、どうかしたいねそれ。それ一番嫌ですね、それはね、うん、それ相当それ本人に言うてあげてください言ってパッて急いでるんで言って、まあ嫌っていうかめんどくさいよね、うん、返す言葉がないやんかそれ、うんうん、ない、あほんまですかぐらいしかないですから、うん、まあだからまあちょっと難しいところはね、この間だって先週もあれ、帰りの電車で、そうやでほんま、先週もこの番組終わった後、はい、北千住のホームで、うん、うん、なんかそれこそおじちゃんが、なんで芸能人が電車乗るのか、芸能人が電車乗るのかから芸能人が何、え、東の方に帰る、おかしくねえか、うん、お前、うん、いいだろ別に千葉方面に帰ったってよと思いながら、都心に向かわないと おかしいだろって、芸能人は都心に帰れって言うんですよ全然逆に乗ろうとしてたから間違うだろうって、うん、でもほんとめんどくさい、久々に電車見送りましたあれは、うん、あれもだからあの酔っ払ってるから、あの乗りで電車乗られてあのトーンで言われるともう絶対目立っちゃうし、うん、あれは乗れないですね、うん、乗れないですね、うまく巻きましたね、うん、まあまあまあ、あれはどうすんだろうってずっと思いながら見てましたけどね、うん、まあ、まあでもあの時間の一本乗り過ごすは結構痛いですよ、10分待たなあかんから、うん、ねえ、まあまあそういうのも、ね、ありますけども、ね、酔っ払いと子供はちょっと大変ですね。そうですよ、うん、あなたは好きじゃないとか普通に言うからね、子供はね、悲しい、あ、言いますよ、もうピークの時なんてもう女もしょっちゅうでしたよ、好きじゃない、あなたは別に好きじゃない、ねずっちサインちょうだいって平気で言うからね、俺目の前で、困った子だねって一応言うんだけど、それぐらいしかない返しがね、うん、まあまあそういう感じでございます。ちょっと取り乱してしまいましたけど、メールをちょっと紹介しておきましょう、はい、お願いします、たくさんいただいてます今日はね、はい、はい、と木曽さん、塩田くん、高波ちゃん、こんばんは、ペニコです、ありがとうございます、いつももう12月ですね、そうです、時が経つのが早くてついていけないです、うん、毎日バタバタしてます、うん、さて娘がトイレのウォッシュレットを使うと水が漏れているというので見てみましたさての変換がすごいね、うん、慌てた私は蓋を開けてウォッシュレットのボタンを押してしまった、うん、覗き込んでいたので顔面にウォッシュレットのお湯を浴びてしまいました53年生きていてウォッシュレットを浴びたのは人生初めて、うん、確かに横のタンクから漏れていました、うん、大家さんが見てくれたのですがダメで取り替えるそうな、うん、明日切ってくれるそうです、うん、15時の約束だから仕事を少し早めに上がってダッシュで帰ってきます師走なんだなと思う今日この頃ですディテールが細かいね、うん、塩田くん録画してあるやつは永久保存しますからね、あらら、ポンですね、はい、嘆きするからね、ありがとうございます、まあでもね、それこそ学生自分にほら、うん、プール入る前によくやってたのと同じことですよ、いやいや違うでしょいやいや、その目をきれいにするのと同じでしょうよ、目、下の目ってあんま言わないですよ、いや下の口とは言いますけどね、これいやでもかかるか、あれだ、座ってるとね、反応するんだよね、センサーみたいな、覗き込むだけで出てくるかな、いやでもね、僕も浴びてはないけど似たようなのありますよ、なんかウォシュレットのボタンの反応が悪くて、うん、で何回か押してたんですよ、うんうんうん、であれもう動かんのかなと思って立ち上がった瞬間にウォシュレットがピーって出てきて、で幸い自分の体にかからなかったんですけどすぐに蓋を閉めたんですよ、はい、
蓋閉めたんですけど、中でババーンババーンって当たってるから、なんか出るに出られなくて、止まれへんかな、止まれへんのかなって、まあ、結局店の人呼びましたけど。本当ですか。で、蓋綺麗になっちゃった。蓋超綺麗な、新品同様の。うん、蓋になってると思いますね。でもまあ、ウォシュレットなしじゃ生き出られないですね、はい、もうね。僕はそうですね、本当に。うん、みんな大好きだから、うん、大好きウォシュレット、うん、ウォシュレット当てながらしばし呆然とするのが一番幸せな時間だもんね、うん、さっきやソフトとかマイルドとかね、そうあるから9段階ぐらいありますからね、うんうん、それをこういろいろこう、ケツ味見ならケツ味みたいなのしながらね、そうそうそう、楽しいんですよね、楽しいね、はい、ケツ味だから分からないけど、何て言えばいいのか分かんないけど、はい、次行きましょう、はい、はい、プリンあつみさんからです、ありがとうございます、木曽さん、塩田さん、高波さん、こんばんは、こんばんは、高波さん、最近ちょっとセクシーな自撮りがいいですね、うん、1回放送の時にやってみてくださいよ、うん、やってみます、はい、うん、今週の話題なんですが、 B 級的なものになりますが、うん、山形の NHK のお天気お姉さんが放送中に泣いてしまい、うん、それが話題になってしまったことです、うん、原因はスタッフが違う映像を出してしまい、うん、それが原因かと思われています、うん、お天気お姉さんは責任感が強かったのでしょうか、うん、私としては気になった話題です、うん、今このお姉さんにはケアをしてあげることが大事だと思います、まあ、ね、詳しい映像は木曽さんの Facebook に送っておきます、はい、ありがとうございます、見とけこの野郎って感じで、はい、なんかね、僕の放送作家みたいな感じだったんで僕担当の作家さんみたいになってますけども、まあ、映像はちょっと僕拝見してないです、実は。ただあのネットのニュースでは事前に見てて、ね、出てますね、やってますね、なんかでもその事前のブログでもう何、飯も食えないぐらい疲れてるところで友達にお蕎麦誘われてみたいなの書いてて、メンタル的にちょっとなんか疲れてた時期なんでしょ、はい、でももうやっぱ本番で泣いちゃったらシビアですけど、やっぱ放送局的には使えないですよね、そんな泣きたいことはいっぱいあるけど、泣いちゃいかん仕事だからね、辛くて、うん、深い話だったらどんどん泣いてっていう感じですけど、はい、まあやっぱニュースだからね、はい、若い子ですかね、若い割と、うん、まあまあそうですね、まあまあ20代は20代じゃないかな、多分、まあ、泣いて綺麗になるよなるほどね、女は、うん、まああのいろいろね、あのニュースキャスターの人もそれでなんかスイカップみたいにこう変な売れ方したりとかあるからね、なんかあるかもしれないですけどね、さあ続いていきます、続いて3通プリンやつみから3通ですね、はい、あのメールテーマでいただきました、うん、もう来たんですね、はい、来た、こんな木曽さん中泡は嫌だ、はい、あ、泡は、ね、泡になりました、はい、3人とも顔にモザイクがかかってる、嫌ですね、嫌だね、これはね、まあまあ内容的にはもうそれかけてもいいようなことしか喋ってませんけど、次行きます、うん、番組前ね、はい、そうね、番組前ね、エンディングで高波さんが中指を立てる、あ、嫌だねそれね、それは嫌ですね、気悪いね、そんな悪い子じゃないからね、はい、ありがとうございます、はい、はい、最後が高波さんが急に鏡餅100人乗っても大丈夫と急に叫ぶ鏡餅100人乗っても大丈夫、うん、どうしたその急にスイッチ入れて、めっちゃ間が悪い、めっちゃ間が悪いね、全く絵描けないタイミングで、いやいやいい、僕だいたい鏡餅100人乗っても大丈夫、これ何ですか、これあの物置じゃないか、あ、そう、稲葉がモチーフになってるでしょ、あ、それで、なるほど、時期的にっていうことじゃないですか、あ、なるほど、はい、さすがもうAM のリスナーさんだからさ、うん、もうこういう大喜利的なやつはもうバンバンくれるんだね、はい、期待してますよ、ありがとうございます、で最後にデニコさんからも3つメールテーマをいただきました、はい、おやっぱ来るね、はい、はい、みんながそれぞれのことをいっぺんに喋る、つまらないのは嫌、下ネタありきでデニコ、お、下ネタはあった方がいいってことですか、あった方がいいんですって、うん、下ネタだけやったらもうなんぼでも喋りますけどね、そうですね、もう本当に下ネタ特番やりたいぐらいですよ、うん、本当に、うん、夜中の12時ぐらいから一回2人休んでもらって僕50分下ネタ特番やってもいいですけどね、あ、見に来ます、はい、あの、はい、基礎山中とパラダイステレビっていうテーマで50分喋りきる自信はありますね、すごいすごい、ね、はい、おしっこくぐったことありますか、おしっこしてるとこを見せてくださいっていう番組のメイン MC ですよ、あ、はい、ね、それがあるから今ここに来てんだね、こういうことですよ、すごい、本当に、
はい、で今でもやっぱ残業感の話とかやっぱしますからねやっぱ残ってるよねそこはね本当ね、そういう意味の残業感ですよね、はいはい、ありがとうございます、うん、引き続きお待ちしておりま ます、うん、さあそれでは、先週のこの番組から今日までの1週間、世の中の出来事を振り返っていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、それでは11月27日金曜日のニュースからです、はい、オウム真理教元信徒菊池直子被告43歳の控訴審判決無罪の判決、うん、28日フィギュアスケートグランプリシリーズ最終戦 NHK カップ男子羽生結弦20歳が世界最高得点で優勝、うん、女子は宮原聡子17歳が初優勝、うん、浅田真央25歳は3位に。ガンバ大阪フォワードパトリック28歳に対しツイッター上に人種差別的な書き込み、うん、29日日曜日ロシアのウラジミール・プーチン大統領63歳、トルコに経済制裁を科す大統領令、うん、30日日曜日、うん、漫画家水木しげるさん多臓器不全のため93歳で死去、うん、11月1日、うん、2015年年間ベストセラーに芥川賞を受賞した又吉直樹賞、火花、うん、2015、あ、ごめんなさい、2015ユッキャン新語流行語大賞対象にトリプルスリー爆買い選ばれる、うん、以上になります、はい、うん、ということです、はい、うん、はい、まあ大きいニュースもありましたけど、そうですね、どうですかね、高波ちゃんからいきましょうか、気になるニュース、はい、私はやっぱり水木しげるさん、うん、なんか死なないイメージを勝手に持っていて妖怪だから妖怪だから、まあ、ゲゲゲの鬼太郎とか見てたんですけど、うん、なんかすごい死なない、勝手にこの人は死なないと思ってて小さい頃からでもリアルタイムでは見てないでしょ、世代的には、うんうん、アニメは見てたんですよね、なんか多分一番最初、あ、まあ、再放送とかもやってるから、あ、やってるんで、何回もこうリメイクしてその世代世代に合わせてやってますよ、うん、多分そうね、で、うん、まあリメイクみたいなのもやったりもしてるから、うん、 そ, うはい、そうですよ、うん、なるほどね、うんうん、死なないと思ってたそれはよく分からない、なんか死なないでこの人はなんかずっと漫画とか妖怪のことを書き続けるんだろうなって勝手にずっと思ってたんですよね、小さい頃、とりあえず付き合おうやでもやっぱそういう、まあ、人なんで死んでしまうのはもちろん分かってるんですけど、この人は死なないんだろうなって思う、うん、結構多分テレビ見てたら、うん、そういう人って何人かいて、今あれトーク迷子になってる今でも本当水木しげるさんはなんか死なない行くでまだそうですか、はい、ずっと言ってるだけだけど、まあ、同じことずっと繰り返しだけですけどもねまあでも何でしょうね、赤塚不二夫さんとか、はい、手塚治虫さんとか、いわゆる昭和のビッグな漫画家の方たちがやっぱりまあね、うん、やっぱ日を追うごとにやっぱ減っていってるのは寂しいよね、うん、今誰が残ってる、藤子不二雄さんもお一人は残ってるんですよね、はい、A さんの方が残ってるのかな、ちょっとあの分かれてからしか分かんないですけど、どっちがね、未だにあの多分一瞬覚えるんですけどね、でも分かんなくなる、うん、笑うセールスマン側の方ですよね、多分残ってらっしゃる、あのまだご存命な方って、あ、そうでした、あ、ちょっとおぼろげだからあんまり、ね、エスパーマミじゃない方、ドラえもんじゃない方です、そう、だどっちかというとドラえもんで例えてほしいエスパーマミってなるとそこがまずグレーだからウルトラビーとか、ね、だからグレーだろって言ってるだからせめてなんかあるでしょう、なんかそれなりのところがさ、まあね、だから声優もの人もね、最近だ同じ年代ですもんね、そうね、サザエさんのだってもう、うん、サザエさんの声優さんなんて、それこそ波平さんもね、はい、もうまあ、今年亡くなりはりましたし、うん、もう軒並み皆さんねお亡くなりになってるし、大山信代さんもね、うん、まあ、サザエさんではないですけど、うん、ちょっとね、まあ、あの、まあ、アルツハイマー、ね、ね、で今ちょっと戦ってらっしゃるとか、うん、まあでもそうやって自分らもそういう感じになっていくやろうな、そこまで続けていけたらいいなって思います、真面目に。そうやな、そうやな、はい、そう思う、なんか続いたことあんのか、え、何か大体続いたことあんのか、現在進行形で、続いたことある、頑張ってます、うん、呼吸だけだろ、呼吸と、あと何も続いたことある、あとほら投票、ほら、あ、投票頑張ってます、そうそう、ネット投票も今続いてるから、はい、うん、まだ続いてます、うん、翔太君は、え、
やっぱり羽生結弦じゃないですかね。見ました？僕は、見ましたよ。もうあんまりちゃんと見れてないですけど、すごいじゃないですか。だってもう絶対誰よりも練習したから絶対いけるって言ってたんですよ、それ言えるの偉いな。いやーほんまですよね、それすごいですよ、絶対自信があるって言ってましたから、でもプロってやっぱそうあるべきやと思えへん。まあまあそうですよ、本当はね、本当にね。僕まあ、まあ、こう、まあ、言うべきじゃないのかもしれませんけど、なんかのライブ、音楽のライブで、まあ、ミュージシャンの方がこうポン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 と出るんですけど、でギター弾き語りの、まあ、男性のミュージシャンの方が出られて、でなんかまあ僕はその方初めて見るので分からなかったんですけど、なんか歌詞かなんかコード進行かなんか間違えはったみたいなんです。で曲終わった後に あちょっと今の曲失敗しちゃった、練習不足ですいませんでしたって言われたんですよ。言われたのはお客さんに対してね。あ、親さんに言っちゃう。お客さんに言った、あ、練習不足とか絶対言っちゃダメでしょって思ったんです、その時に。もうなんか冷めるじゃない、そんなの、まあ、自分の心の中でもしかしたら反省することもあるのかもしれないけど、でも会っちゃいけないし、それね、本当そう、本番では言わないやつですね、だってもう100点でなきゃ出ちゃダメじゃないですか、本当はね、それでも100を取れないことだってある世界ですから、でさらっと言っちゃうところにはーって思ったことがあって、あ、すごいな、それはプロじゃないですね、それは違うな。で、まあ、歌とかうまいんだよ、素人の耳だから厳密なとこ分かんないけど、でもやっぱその一言でなんか全てが水に流されちゃうね、なんかね、あ、それダメですね、で、まあ、羽生くんなんかはね、もうそういう意味で真逆ですもんね、そういう意味ではね、そうですよ、当然ですけど、で今後どうなるんだろう彼は。いや、でももう本当にあれじゃないですか、彼の中ではもうまだまだ上があるんでしょ。あ、そうですか、そろそろ浮いた話聞きたいな。あ、確かにね、誰と、なんかもうそれが想像つかないから、俺はこの子が、どっかピンサロ行くとか、ないと思う、まだ、そっちの回転はね、あんまり転ばないと思います、トリプルスリーじゃないわ、トリプルアクセル、そっちの、だから、いや、でもそれがないと、でもこんだけ俺頑張れないと思うんだけど。いや、そうなんだよね。いや、だからやっぱりほら、オンオフ欲しいよね。だから、でもね、我々は一般人だからそうなんじゃない？いや、違いますって。なんかそんな男いない。そんな男行ったら俺本当に握手したいよ。そのでも、羽生くん目の前をおって握手するやろ、多分。まあそう、でも絶対いないわけないんだよな。うん、あ、あの、なんだっけ、なんとか大輔。あ、高橋大輔。あれだってほら、コーチのおばちゃんとなんかあったっぽいじゃないですか。まあ、俺は勝手にそう思ってんだけどね。あの高橋九ちゃんとかも。ああ、まあ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 、まあ。絶対、これ、誰だろう。いや、わかんねえよ。美容室の待合室みたいな話になってきたよな。女性セブン見ながら喋ってるの大して変わらんで、そうね、だから本当ちゃんとした、ね、女の人いると思いたいけどね、確かに。でも高橋大輔選手は、やっぱ髪型ちょっとこう変わった髪したりとか、なんとなくこう何、今時の男性であるか、もしくはなんかちょっとまあ色気だったりとかあるじゃないですか、なんとなくそこが見えるんですけど、羽生くんは見た限りでは全く感じないんだよね、完璧すぎて怖い、なんか言うことも完璧だし、なんかカマキリの裏側みたいだよね。いや、白い、もうなんかわかんないけど、そういう昆虫の腹っぽくない？いや、カマキリの裏はわかるけど、その褒め言葉で言ってんのかなっていうね。あれは本当、いや、でも生で見てみたいんだよな。どんだけ、いや、俺意外と細くてちっちゃい人や思うよ。あ、ちっちゃい？あんま調子、あ、でもあんのかな、わかんないけど、俺も無責任イメージで言っちゃってますけど、細いからでかく見えるのかもしれないけど、まあね、確かに ね、いや、でも本当に、でもね、まだまだ上行きそうですよね。誰と付き合うんだろうな、ね、意外とね、そこも気になるところですけど、ずっと気になるな、まあ、引退したらまたなんかそういうのがね、いろいろと話題になったりとかするんだろうけどね、なるほどね、まあ、僕ね、オウム菊池直子被告、はい、無罪、無罪
ね、有罪でしょ、ね、みんな、みんなそう思ってますよ、うんね、いやいや、やっぱりだって都庁の職員さんの指なくなっちゃってんだよ片手、うん、全部そうなんですよね。それのさ、事件の片棒を担いでる人が無罪はいかんと思う、うんうん、で大人だから知らないは通用しない気はするけど、はい、知らなくてもやっちゃった過ちは変わらないと思うから、はい、でそれを無罪で、まあもしかしたらその被告側の弁護士のね、辣腕ぶりが発揮されたっていう部分はあるのかもしれんけど、いやもう絶対それでしかないですよ、まあね、うまかったんですよ弁護、うん、普通の感覚で言うとね、うん、ちょっとこう、うん、なんでしょうね、うん、僕は理解できないですけどね、うん、いやいやすごいですよ、あの、うんうん、うまいんですよ。だからその弁護士の話とか そっち側のね、うん、聞きたいですよね。確かにね、どうやって弁護して無罪勝ち取ったかっていうね、うんうん、でだって逃げ取ったわけでしょ、うん、逃げるってことは捕まりたくない、すなわち悪いことしたっていう自覚があるからと思う、うん、そうだってね、この後半あ裁判終わった後カメラあるからって顔隠してましたよ。あ、いやそうやね、うん、でやっぱりほら別に自分悪ない思ったら、まあほら言いにくい話もあるとは思うけど、うん、でも行くべきやと思うしね、うん、潔白を晴らすべくね、はい、うん、やっぱ悪い、絶対悪いと思ってる、思ってるから逃げんねんって、うんうんうん、そこはちょっとねっていうのはちょっと思いましたもん、月並みな話ですけどね、うん、はい、まあまあといった感じですかね、はい、まあ、あと、うん、なんだ新語・流行語大賞とかもね、12月1日まで発表されてましたけども、そうですよこれトリプルスリーに、なんかあれです、トリプルスリーに結構非難が集まってますよね、うん、はい、俺も知らないですよトリプルスリーが、分かんないです、分かんなかった、分かんないだか ら、うん、だから調べて2日後ぐらいに知りましたね。あ、本当に、うん、僕は野球好きなんで、そう知ってる人じゃないと、うん、そうだよね。でもそれが選ばれるって、うん、まあ、確かに物議かますのは分からなくもないか、うん、うん、ね、でも他って なんだろうね、まあ、五郎丸とか、はい、まあ、みんな知ってるんでしょうね、はい、あれ五郎丸だっけ言葉で入ってたもん ね、うん、そうだよね。あと安村君の安心してくださいのやつとか、うん、あと安倍政権、まあ、政治絶対なんか入ってるからね、うん、うん、まあ、でもなんか役満つるかなんか言ってましたね、なんか圧力かかるから無難なやつを言う、もうなんかそうしたっぽいですよ、うん、これまあそう多少はあるでしょう、うんうん、だから最近みんな文句が多いんじゃないですか何年か前くらいから流行語大賞にみんな、うん、まあ何でも文句言うんだろうけど、うん、まあね、文句言われるからこういうわけわかんないのにしてこうぼやけさせた、なるほどね、うん、ね、そうね、なんだろうね、実質の本当の流行語大賞ってなんだろうね。でもね、一番、うん、一番はやっぱりあのポテトチップ桃味入ってたっけそれ小池屋もう、うん、小池屋のここで食べたじゃん、食べた、いや知ってるけど、みんなで食べたじゃん、もうベスト10入ってた、もう入ってる俺たちの中では、俺たちの中ではそうだよ、ね、ここでは確かに、ね、二度と見ないよねあれ、ね、見てないですね。あとバナナも出てたんです、ね、出てましたね。あ、本当ですか。あれでも本当にほらやっぱりこの番組はそういう情報バラエティだから、うんうんうん、でほらお客さんとお酒飲んだりとかじゃないからね、そう、うん、またその話になっちゃいましたね、はい、ねえ、なるほど、まあでもね、うん、まあ役さんなりのお立場も考えると難しいことは難しいですけどね、はい、うん、そうですよね、うん、じゃあもう やんなきゃいいじゃんってなってきますね、うん、でももうほら風物詩じゃん、うん、あのユーキャンの新語・流行語があって、清水寺で今年の一時みたいな書いてみたいな、はい、ああそうだそうだそうだ、うん、あとなどっかの雑誌のさヒット商品100みたいなやつの発表とかさ、うん、もうあの辺はもう年末の恒例のルーティンだからさ、うん、まああっていいんじゃないですか、そうですね、うん、ただそんなほら人が発表したものに目くじら立てるって余裕があるなとは思うけどね、うん、我々そこにイライラする前にもっとさ、なんかそのバスで騒ぐ女子高生とかでイライラする方が多いじゃない、やっぱりなるほど、うん、イライラせんけどもそうそうそう静かにしてって思うじゃない、うんうん、そっちの方で大変だからね我々ね、うん、はい、ということでございます。1週間振り返ってまいりました、はい、さあということで、高波ちゃんの、はい、新語・流行語クイズ、はい、行きたいと思います、はい、最近ちょっとこう問題のクオリティが下がってるという声も、若干、ありますけれども、うん、はい、うん、今日はちょっと小さくなりました、はい、じゃんじゃん、はいよ、あっちゅうだっちゅう、あっちゅうだっちゅう、あっちゅうだっちゅう、聞いたことないですね。マチュピチュだったら聞いたことありますけどね、マチュピチュは、はい、はい、ありますよ、あっちゅうだっちゅう、
アチュだアチュ。え、これはあれですか、恋愛系ですか。恋愛系です。アチュってなんか恋愛っぽいですよね。アチュアチュアチュのアチュ、アチュアチュのアチュ。え、あちあちあつあつでチューする。チューしなくても、チューはするかもしれないんですけど、チューすることではないです。チューすることじゃない、はい、あっちゅ、あ、もう裸で熱いみたいな。裸で熱い、ラブ、ラタイのラで、でもなく、ラチュラ裸、ラ、うん、ラ。このクリスマスが近づいてくると、どんどんこういう人たちが増えてくるんじゃないかなって思いますけど、はい、こういう人が増えてくる、こういう人たちが増えて、私は下を見て歩きます。え、何、小銭が落ちてるのを探す人。それ私、それ私じゃん。それ、いや、だからそう、合ってじゃん、合ってじゃん。それそうではない、私はもう探さない、うん、あ、なんだろうね、あちこちでキスするじゃないの。あちこちで、もしかしたらあちらこちら、うん、でキスしちゃうかもしれないんですけど、そういうことではないのです。え、違うんだ、はい、あちらこちらじゃない、若干近い気がしますけど、もうちょっといいヒントちょうだい。もうこういう人たち、もう恋愛でどうだっていう意味合いを持っております。恋愛でどうだ、恋愛でこうだ、恋愛でどうだ。やりまん、やりまん、やりまんではない、やりまんではないですか。やりまん逆かもしれないです。逆に、え、や、え、え、逆に低層体、低層体、そういうものの名前ですか。俺まだ答え言えてないですけど、高野ちゃん多分ヒント出すの下手だよね、きっとね。分かんないな、全然分かんないな。答え聞いて、その紐解き方をちょっと味わおうか。じゃあ答え教えてください。最高にラブラブだよ。全くないじゃん。最高にラブラブ。え、それなんでそれがアチュラツになるんですか。アツアツでラブラブ、アチュアチュでラビューラビュー、アチュラチュ、最高にラブラブ。あ、井上さん、はい、バラエティ、うんうん、今本当にプロデューサーみたいな顔してた。やっぱ一番最初のあれが良かったんじゃない、今日一番最初に見ちゃったから。これね、ちょっとこれ井上さん、ちょっと待って、うん、これね、あの今日この紙をあの変えてきたんですって。これの新しいのなくなったから買ってきたからって言って、俺チラッて見えたの、うん、で問題がこれです。そしたら問題がこれなの、今日の問題、はい、これ井上さん知ってますか。あの10年前から知ってますよね、これね。これは知らないでしょみたいな感じで俺に言ってきたの。古いよ、誰でも知ってるわ。これなんかメンヘラみたいに、実は知らないんじゃないか説を信じ、楽屋でも言ってたけど、メンヘラと MK5 は全然違うって。メンヘラまだ新しいですよね。メンヘラ未だにまだ俺よく分かってないし、MK5 はいかんって、うん、MK5、うん、なんだっけ、超 KY とかと同じ部類でしょ、うん、KY が流行った頃にまた派生してこう生まれた言葉とかですもんね。それなんかあれあのワープロかなんかで探したそれ。いや、大丈夫です、ちゃんと、はい、まあ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 、まあ、はい、ということでございます。最高にラブラブ、ね、最高にラブラブ、クリスマス増えてきますよ、まあ、いつも問題出してくれるんだけど、すべてこう右から左で残らないんだよ な、 な、使わないんだよ。やりまんじゃないのが反対で最高にラブラブって言ってましたね。そうですね、どういうことですか。でも一人の人だけを愛してラブラブだねっていう、うん、はい、上がりました。一、まあ、人だけ入ってないですね。一、うん、人だけまだ、まあ、言い出したらほら、はい、もう時間延長しなきゃいけない。あ、告知を、告知を行きましょう、はい、高波ちゃん改めて。はい、改めまして、かいつまんでいきます、はい、うん、12月の5日からまたツイッター投票始まりますので、はい、ぜひご協力お願いします。はい、土曜日から再スタートという。土曜日12時、お昼の12時からです。はい、はい、さあ、そして塩田君は、あ、明日またあの今度抽選会に行くから、ちょっとまたちょっと一瞬映ると思います、はい、そうだね、場所が良ければ明日 見れるか、あ、見れたら見よう、見ましょう、ビデオ撮ればいいか、11時頃、はい、そうですね、はい、はい、ということだそうです、ポンですね、はい、さあ、僕は今日夕方に、ツイートしましたけども、漫才協会のネットラジオの公開収録が決まりまして、うん、12月の14日、浅草観光センターの6階のなんか大会議室みたいなところでやるんですけども、うん、観覧無料でございますので、あ、ですか、はい、どなたでもお越しいただいて構いません、ぜひ
聞きに来てください、はい、一応なんとなくライブっぽい感じでそれを撮るというニュアンスで、うんうん、はい、あと、チョコレート球団という後輩のコンビと3組でやる感じでございます。あと12月の28日時とあみちゃんと元チェリーパイの美穂と3人で、うんうん、ぬかめがね整いません編というライブを、これは漫才やります。これもう完全にライブですか？これは放送しない、撮らないんですか？これはね、放送しないです。これはもう撮りもしない、撮りもしない。もうあ、ほら、アミちゃんとかやっぱりサンミュージックで大手の事務所が入ってるから、それは、ね、おいそれとできないですよ。あ、じゃあこれどう見たいですね、これ YouTube 残したいですね。ほんまですね、うん、で、大晦日はまたキャットファイトでございます。出た、はい、リングリポーターをやらせていただくという感じでございまして、はい、またそれぞれ SNS で告知しますんで、はい、あ、明日ラジオ日本出るわ、60トライブと夕方の番組、生で僕ゲストで出させてもらいます、夕方、はい、聞いてください。では、はい、また来週お会いしましょう。さようなら。